ジャンプ。こんにちは。いや、調子がユバスアップソグッドの、ね、野手が出てきましたよ。まあ、中日のディカーソン。ディカーソンね。はい。はい、あの、最初出てきた時はなかなか打たなくて、一回ファームに行って、そして上がってきたらホームラン。はい。打って、そこから今、打率が3割3分3厘、ホームランも2本ということで、5番を打ってますけれども、うん、豊さん、まずディカーソン。インサイド打ちがうまいな。インサイド打ち。割とさばけるなっていう感じがした。その外国人の助っ人選手っていうと、インサイドっていうのは、やっぱこう、ちょっと苦手な人が多いけど、はい、ディカーソンはインサイドのさばけうまいなっていうふうには思ったけどね。へ、それと今井からスライダーを打ったんだけど、はい、今井の情報があんまりなかったのかどうかわからないけど、はい、あれだけ速いまっすぐがあり、スライダーがある、そのスライダーを捉えていったんだけど、はい、いや見事だなと思っては見てたけどね。今井のピッチングスタイルだと、まっすぐをこう待ちながらみたいな感じがするんだけど、スライダーにピタッと合わせて、まあ、ちょっと溜まってるけどね、はい、まあ、溜まってるっていうか、ちょっと待ったけど、うまくさばくなーっていうふうには思ったよ。ということは、情報というよりも、あれはもう自分の持ってる感覚でいったっていうことなんですかね。まあそうだよね。だからまあ、非凡なものはすごくあるんだろうなっていうふうに思ったけども、はい、まあ、腰の状態がね、どうなのかなっていうふうには心配になるよ、すぐ。だって長期離脱でしょ開幕からはい、そうだったんですよね。でしょ、体が弱いのかなとか思って、年間通して働いてほしいわけじゃない。そうなんです。だからそこがどうしても心配になるんだよね。まだそこは疑心暗鬼の。いい時はさ、うん、それは働いてくれるよ、うん、だけど悪かったら体がどっか痛いとか、うん、そうだと困るからさ。そうですよね。でもこのまま続いてくれると、まあ、中日としたら助かるよね。助かりますよ。だって一発とか長打の打てる外国人がバンテリンで欲しいって思ってたので。この前メヒアとリカーソンがお立ち台に上がって、うん、外国人2人上がるってここ最近あったかってないですね。絶対ないよ。そうで、お互いに英語と、リカソン英語で、メヒアは違うので、わけわかんなかったな、何言ってんだみたいな顔して見てたけど、ね、そうやっぱホームランを打ってくれるっていうのはさ、すごく外国人では助かるよね。助かりますよ。それが本当に欲しかったんで、中日は。中日ファンの中でも、すいませんと、最初ディカーソンのことを甘く見てましたと、言ってましたと、もう今、もうディカーソン様様っていうふうに評価も変わってきてます。ダスティー・ホフマンに似てない。俳優の？ああ、ダスティー・ホフマンに似てるから。似てない。もう年齢も違うじゃ違いますね。あのトム・クルーズと一緒に出た、はい、自閉症のさ、はいはいはい、あの映画があったんだけど、はい、その時のダスティー・ホフマンに似てんなと思って。あ、そこに目いってたんですか。なんか結構似てるんじゃないかなっていうような感じがしたけどね。そうなんですね。凛々しい働きをしてくれるというかさ、どうしてもやっぱ中日で助っ人の外国人っていうと、カリブだったり南米の外国人助っ人選手っていうイメージが今までありますけど、でもディカーソンまた新たなね、何かこう神話を打ち立ててくれるといいなと思います、ね。まあまあそうだな、うん、まあ立浪監督もうまく使っていくと思うけどもね、うん、勝ちゲームの時はスッとこう守備固め入れたりだとか、はい、体との相談とっていうのもね、うん、まあ、春先にこう腰かなんかでしょ、うん、腰っていうのは持病を持ってたらさ、やっぱ長い間こう使うっていうのはなかなかね、うん、あのごまかしながら、はい、まあ、うまく使ってほしいなとは思ってるけど、うん、まあ、それができるんだったらね、あのバッティングだったらかなりの成績は残してくれるかなっていうふうには思うよね。調子が悪くなってくるようなバッティングフォームとか、まあ波はあるよ、もちろん、うん、波はあるけども、バンテリンで立て続けにホームランが打てるパワーを持ってるっていうのがやっぱ魅力じゃない、うん、まあ、それまでは中田翔であったり細川であったり、うん、もうそのぐらいしか期待できなかったけどもさ、うん、1枚加わるっていうことは非常に大きいよね。大きいですね。頼もしい存在になってきたなっていう感じがするよ。じゃあこれね、またこれ長期離脱になると困るんで、ずっと使うというよりかは、まあ、休ませながら、まあ、休ませながらっていうよりも勝ちで逃げ切るって言った時はもうパッと守備固めで使うとかね、うんうん、これ負けてて今日はいかんなと思ったらパッと変えてあげるとかさ、はい、疲れと相談だけどもね、うん、だから負けてる時っていうのはさ、うん、1点差2点差だったら変えられないよ。ホームラン打てるバッターだから、はい、ちょっと大量点だとかさ、はい、今日はいかんなと思ったらパッと変えてあげるとかさ、うん、やっぱそういう風な使い方をしてるとやっぱ持つからね。そうですね、うん、
使い方にはちょっと気を使うけどもね、はいはい、さあそしてもう一人あのエリエリというカリステか違うかだからディカーソン入ってきちゃったねカリステがカリステ寂しいな寂しいですよいやカリステっていいのになそうなんですでももうポジションが埋まっちゃっててどうしていいのか俺はあのソリアーノにしか見えないんだよヤンキースで一番打ったはいはい、はい、広島にいた、うんうんうん、ねそのぐらいの存在のありそうな感じがするんだけどでも埋まっちゃってるんですだって、まあまあそうだね、石川昂弥選手もねこの前非常に良かったですし、まあ、そうそうサード埋まっちゃうし村松、まあ、それだけね競争が激しくなったということでそうなんですよね、はいはい、さあそしてもうエリの愛称でももうねちょっと、はい、あの馴染んできてます巨人の、ヘルナンデス選手が交流戦で初ヒットというところで、うん、ちょっとわからないねまだねまだわからない、うん、まだわからないのは速いボールをどうさばいていくか、うんうん、速いボールに遅れないようなそんなこう反射が残っていれば、はい、多分大丈夫だと思うけどね、うんうんうん、でやっぱねメジャーのピッチャーも速くなってきてんだよね、はい、まあ速いもう速くなってきてるんで速いんで、うん、もう160キロ近い平均になってそろそろ来ようとしてる中で、うん、まあ日本に来るバッターたちっていうのは、うん、だからその対応がどうなのかなっていう、うん、それに対応できてたら日本に来るかなっていう、あ、そうですね、まあそういう感じもするんだよね、うん、日本ハムのレイエス、はい、ものすごいパワー持ってるし怖いバッターだよ、うん、だけどやっぱ速いボールに対してやっぱちょっと遅れるよね、うん、だからそういうことになる、なってくると日本のピッチャーももう本当に速くなってきてるしね、はい、だそこら辺を疲れるとどうなのかなっていう、うん、そこだけだな心配はそこだけ、うん、他は、まあ、最初に打ったのはカットだったけど、うん、半速球に対して の, その高めに浮いてくるボールに対しては強いと思う、うん、あとはその外のボールに対してそれを見せながらこう外に流れていくボールを追っかけない、うんうんうん、そうなってくると大丈夫だよね大丈夫確か最初は7番だったと思うんですけれども、はい、安倍監督はまあこう様子を見ながら例えばちょっと打順を上げていったりとか姿勢のタイプですまあそれもするよね、うんうん、あの結果が出たら、まあ、岡本の次っていうのに悩んでる、はいまあ、坂本が2番に入ることによって、うん、5番打者が誰にするのかっていうのをすごく考えてると思うんだけども、うんはい、ヘルナンデスなんかが結果を残してくれて5番に入ってくれるとすごく嫌だと思うんですよね、そうですよね各チームはね、うん、だけどここに、まあ、誰を入れるかわからないけども坂本、丸、ヘルナンデス以外の選手が入ったとしても、うんまあ、どうしても岡本下げてじゃあ5番で行こうかとか、まあ、そうなってきてるんで、はいまあ、できれば5番を打ってほしいよな そのぐらいの結果を残してほしいよなですよ、ね、ヘルナンデスだっけヘルナンデスに阿部監督が期待することっていうのは長打一発ですかそれともやっぱり率を残してほしいっていうことなんですかまあ、一発とか率とか、うん、そんなより勝負強さだな勝負強さ当たり前に出てくれると思っていう、まあね、巨人は得点圏打率が低すぎるよ、うんはい、勝負強さに期待をしてると思うよそれが一発じゃなくてもういいと、うん、もうヒットでいいと、はい、とりあえず点を挙げてくれと、うんうん、いわゆることだよねあ そ, う、まあ、そうなってくるとバントとかはい、セーフティースクイズとか、うん、そういうのも少し減るんじゃないかなと思うけど、ね、ということはあのこのヘルナンデス選手っていうのがやっぱり巨人のこれからのちょっとキーポイントいや救世主になってくれるとな、はい、やっぱピッチャーは本当に頑張ってるだけにさ、はい、あとは何点取るか、まあ、大体平均 2.5 とか、うん、3まではまだいってないでしょ、はい、確実に3点には上げてほしいよないやそうなんですよねそうなってくるとな巨人も安定して勝てるようにはなってくると思うんだけどやっぱ完封負けが重すぎるわな、うん、そう得点が入らないで負けてるっていうのがそこがすごく問題でもありますよ ね今あのヘルナンデスで出てきましたけどもう一人のヘルナンデスがすごいっていう今ちょっとじわじわ来てますソフトバンクのピッチャーあれはね、でかいし、うん、あれが横から投げて手足長いし、はい、そりゃ嫌だと思うよ。ヘルナンデス投手、後ろ気味の中を任されているんですけれども、はいはい、ベネズエラ出身2年目、今シーズンの成績、防御率 0.00 ということで、はい、もうすでに2勝も挙げて、ホールド2というところで、実はどうしてもあの重量打線に行きがちですけれども、実はヘルナンデスすごいんだぞと。いや、ヘルナンデスもすごいし、ツモリもすごいし、はい、松本もすごいんだよ、うんうんうん、防御率が半端なくいいんだから。
そうなんです。その中でもやっぱりその左の中っていうのがソフトバンクは少ないっていう、まあ香山とか、はい、まあいろいろいたけどもね、うん、まあ今ヤクルト行ってるけども、はい、輪をかけて嫌だな。そうですね。いやだって手足が長いしさ、うん、手足長いからもうものすごい近くで投げられるしさ、バッターの、はい、そうですよね。球威もあるしさ、はい、でもちろんモイネロが前に行ったっていうところもありますけれども、もうその穴を十二分に埋めてますし。そうだな、はい、十二分に埋めてるよ。そうですよね。だからもうあのソフトバンクがリードしたままヘルナンデスに行ってしまうと、なかなかちょっと相手チームとしては意欲が失せてしまうのかなとか。やっぱ あれがいいよね、うん、配置が、うんうん、だからもう本当に1イニング投げるんだったら変速が一番いいんじゃないかっていうぐらい、うん、変速が結構いるよ。松森も変速だし、はい、又吉っていうのもいるしね、はい、このヘルナンデスでしょ。そうですそうです。そりゃ嫌だよ、いろんなピッチャーがいるもん。で最後オスナがいる。いる、うん、オスナが一番楽じゃないかって思うぐらい確かにね、ちょっとなんかオスナ劇場とも言われてますけれども。で松本はなんかこう特殊ボールみたいなのがあるでしょ、うん、だからその中でヘルナンデスが出てきたみたいな、うん、あみたいな、ね、左バッター多いからな、うん、いろんな武器を持ってるよね。ですよね。今現在で10登板10回投げて1安打15奪三振、どういうこと、まあ、打てないってことですね。打てないっていうこと。当たらないのか。まあ、1.5 ぐらいの三振率でしょ。三振率だ、安全だよね。完全やっぱね、三振を取ってくれる中継ぎとか抑えば、はい、安心感あるよね。ありますあります、うん、すごく安定してると思うよ、うん、実はもうね、去年の8月に来日したんですけれども、その初登板では結果残せなかったんですけれども、その後2軍の調整を去年経てクライマックスシリーズ、去年の2試合を無失点に抑え、今シーズンからはもうフル回転というところで、本当に素晴らしい成績ですね。ヘルナンデスこっちもびっくりするよな、出てきたらなあ、こんなもんいたのかみたいな。いや、ソフトバンクいるわな、盤石だよね。盤石ですね。崩れるとしたらオスナだよ。そうだから劇場っていう風にね、ソフトバンクファンの皆さんがもうオスナ劇場って、かといってヘルナンデスを一番最後の守護神にしてしまうと、その前のバランスが崩れちゃうってことにもなってくるんですかね、うん、オスナ。またちょっと違うんだよな、まあ、9回ってやっぱ特別なイニングだから、うん、まあ、それはそれなりに経験がいるだろうし、まあ、オスナはね、向こうでも経験者だから、はい、まあ、しっかり投げてくれるとは思うけどね、うん、まあ、オスナも調子は上がってきてるよ。上がってきてますか、うん、こう暖かくなるにつれてっていう、まあ、多分ね、うん、春先みたいなことはないと思う。ないと思う、うん、まあ、今日はね、あのちょっと外国人選手3名取り上げましたけれども、はい、この他にも実はね、あの2軍にこんないい外国人選手いますよなんていう声も上がっていたりとかするので、早くこう1軍に上がってきて、そのベールを1軍でこう脱いでほしいです。あの広島のあれがいいとか言ってたよ、うん、外国人のピッチャーですよね。ハンこれもいいらしいよ。もう上がってきますかね。いや、もうベンチにいるから。あ、ベンチにいるんですか。ブルペンにいるから。わ、ちょっと見てみたいです。いやいや、早く見てみたい。まあ、交流戦に、まあ、もう投げてるかもわかんないけど、ね、あ、この動画が、ね、あるんだけど。いや、ハンはある解説者が言ってたよ。広島寄りの、もう広島寄りの解説者がいいって。辰川さんじゃない辰川さんじゃないけど、はい、まあ、しっかりした目を持ってる解説者。いや、広島さん見てくださいよって。はいはい、一回、うん、これはね、多分僕はいいと思いますよって言ってたから、ちょっと注目してる。中継ぎでっていうことですよね。中継ぎで、だって今カーブものすごい中継ぎ陣ですよ、ね、あそこにまた加わるんですか。優勝かもかな。優勝かも。いや、本当に、あら、それはちょっといいかもわかんない。あの、またね、あの外国人選手を取り上げる動画あったらぜひ取り上げていきましょう。まあ、そうだね、はい、はい。